で今日はですね、生林審が開かれまして、安倍派元幹部、下村博文さんが、まあ、招かれてというかあの、下村博文さんの申し出によって、衆院の方で開かれたという設定になっている審、これについては、関係が悪かった森元総理、森元総理ですね、の裏金。 裏金作りのを指導したのは森元総理じゃないかということを関係の悪かった <laughs> 下村博文さんが暴露するんじゃないかというところに注目が集まっていたんですがどうもそれは出なかったある人の話というのもいろんな声が出ていていろんな意見が出ていたということでキックバック、裏金これいずれも正しい表現じゃないです。今日の成人で下村博文さんが説明していたことは 検察の方で調べてもらったところ、検察の方での不記載はこれは問題だということで、まあそれちゃんとね、書きますよという話だったけれど、ということで、もうこれを説明が全てなんです。最強の第三者委員会というか第三者組織であります、検察が調べて、もしかしてもしかするとですよ、国税との方を調べても、これあんか出てこなかったんだよねというところなので、疑わしきは被告、いやね、 より正しくならば「疑わしきは国会議員の利益」なんつってねちょっと嫌味くさいことも言ってしまいますがそこまでなんですよ法治国家というものは明確な容疑がなければそれ以上やれない検察の方が調べてもそれ以上出てこなかったわけですからあと他何をやるんですかっていうところただここからは承認喚問がということなんですけど承認喚問でも例の殿下の宝刀が抜かれたらおしまいなんですよ何か。 うんうん記憶にございません記憶にございません嘘をついたら偽証罪にも問われる証人関門なんですが記憶にございません記憶から抜けちゃってるものを思い出せっていうのは不可能なんですよ不可能頭に何か電極がくっついてデータを抜き出すとかねそういうことができる漫画屋での世界になればともかくとして今の時点では記憶がなくなっちゃったらどうにもできない それをいいと言ってんじゃないですよ。しかしそんなことを私が知る限りですよ。記憶にぐちゃぐちゃ。ロッキード事件の頃からやってるんですよ。ロッキード事件。だからどうするかっつ言ったら再発防止策しかないんですね。問題が起こったらその問題に対応していくこれが法治国家なんですよ。さかのぼって何かやることなんかできないんですね。もちろん新しい法律を作るにしても立法事実という過去に起こったことを踏まえて踏まえてそして法律を作っていく。 だから過去はなかったことじゃないんです。あったことは事実として、しかしそこにオンをしていく、乗っけていく歴史というものは積み重ねていって未来があるんです。ところがですね、本日国会方面であがその過去がなかったことにこの自民党がじゃないんですよ。自民党まあなんか民民は合ってるんですけど、こんな動きがあったとインフルエンサー M.I.T. さんのツイートより紹介しておきます。 民主党の歴史消し去る何ですと、えー、立憲民主党、福山哲郎さん、政、えー、人心、出てきたのは3人、自民党の圧倒的な議員は志がないんで、ないでいいのかと、えー、福山哲郎さんが、なんか面白い陳発言を、陳発言 <laughs> まあ、されておりました。えー、というのはですねあ、陳発言はこの後飛び出します、この後 岸田文雄総理大臣、本党の前身であります、民主党の党首も出席されなかった。これはルールに従っての対応だ。これはですね、私には不安がある、トラストミーでおなじみの鳩山幸夫元総理大臣を指すかと思われるんですが、これに対して陳発言、福山哲郎さんから陳発言が飛び出します。もう民主党なんてないんですから、何言ってんですか。あれ珍しい発言ですよ。 もう民主党ななんんんてていでですから、何言ってるんですかまあこれですね、まあ、もう少しやり取りはあるんですけれど本党の前身である前の民主党の時の党首も出なかったっていうことを岸田総理が「お言葉ですが」と返したところもう民主党ななんていやですから歴史というものは継続して積み重ねて恩して恩して今があるんですよ。 当時、新しい政党を立ち上げるにあたりまして、民主党の代わりに、どうする共に民主党なんつってね、いろんな話が出ておりました。一層のこと、まあ共和党、共和党は違うな、違うなと、いろんなアイデアがある中で、台湾で蔡英文さんが勝ちました。その時に民進党、民進党いいイメージだね、いいイメージ。よし、乗っかろう、パクろう、灰、はい、乗り、イ、はい、なんだろう。まあ、そんな感じ、イメージ。 あくまでイメージが大切なんで、私たちには中身がないんです。大切なのはイメージなんです。にぃじゃダメなんですかあ、うっかり言ったらこれ、ずっと、ずーっと黒歴史。イメージなんです。我々には中身がないんです。とにかくイメージ。あ、まあ、そんな感じ。なんで、わかんないですけどね。舞 <laughs> 台裏は知らないですけど。で、あの、民進党になりましたで。その民進党ももうどうしようもねえなっていうところで、立憲民主党、立憲民主党、盛りかけーとかやってて。 そ,そんな感じのところでみんなが知ってるんですよ。いや民主党でしょって。元は民主党でしょ今も民主党でしょ大体いい民主党なんてないんだって言っても立憲民主党立憲民主党って言うんですよ面白い珍しい発言をされます。陳発言はともかくとして立憲民主党なわけですから民主党なんですよ。でしかもそれ系譜として連なっているんですね。あもしかしかて 政治とかねなので政党助成金がうちだ俺たちのところじゃなく国民民主党の方に行ったとそういう話をされてテクニカルな話をされてるのかもしれないですがしかしあくまで立憲民主党は民主党の流れを組むというのは当たり前の話で時々によって自分たちも政権を担当していたことがあるだとか抜け抜けと抜かすのにこういう時には民主党はもう民主党なんかなかったって珍しい陳発言をされる福山哲夫さん。 国会と言いますと、先週末ですね、このような動きがありました。こちらですね。過去の発言に批判の成田祐介氏を財務省などが広報活動で起用。令和山本太郎氏が不適切だ。ということで、過去に高齢者の人権を軽視するような発言をしたことが問題視されている。これは高齢者の腹切り腹切り発言で、麒麟の CM の交番になりました。麒麟の短、短、え、礼、ー、 キリンの、あ、菅中藩。キリンの菅中藩の CM 交番になったことを、国会で、令和新選組が質問をして、そしてこれが、岸田総理が不適切だという発言をした。これですね、成田雄介さんの甘えん坊。甘えん坊な発言に私同意しません。なぜ甘えん坊かというと、要は高齢者の方には一定の年限になりましたら、出てけ。 でででやめそそのの席席譲れその席ちょうだい何かというと成田悠介さんが主張するところはある程度一定の年齢になったら身を引くことじゃなかったら制度として引退していただくそういうものが必要だって言ってるんですけどこれがなぜ甘えん坊かっていうとシルバーシートシルバーシートの今時で言うならば真逆真逆あれだぞ若者にいい席座らせてくれよふかふかの椅子ふかふかの椅子座らせてくれよっつってるわけですよ。 甘えん坊でしょ甘えん坊 <laughs> だっせえなそんな感じ彼確かウィキペディアで見ますと39歳なのでまだ40ちゃい前なんですよそれがお年寄りの席ですか人生の先輩人生の先輩が勝ち得た椅子を「席よこせよシルバーシートよこせよ俺たち若者にシルバーシートよこせよ」的なみたいなっぽいそんな発言をしているようにしか思えないクソだっさい発言。 クソダッサい発言というのが私の個人の感想ですなんですがこれは批判したければどうぞご自由にしかしこれを国会で一民間人の発言が適切か適切じゃないかということを取り上げているのが令和新選組代表山本太郎さん一個人のタレントさんのあっイエール大学助教アシスタントプロフェッサーなんかはそんな感じの私から見ますとタレントさん テレビコメンテーターさんに見えて仕方がないんですけどテレビコメンテーターの番組での生きがった甘えん坊な発言を国会で吊るし上げするのはいかがなものか財務省が CM に起用していたウェブ c m とかも含めてですかね啓発活動に利用していたこれを問題視する問題だと問題ではないかと問いかけるんであればれいわ新選組山本太郎代表は名前を付して非してとあるタレントさんがカクカクしかじかでと名前を挙げる必要はないわけですよ。 そして具体的な事例を挙げる必要もないんです。しかしそれを挙げたんですね。国会の場で一人のテレビタレントを、テレビコメンテーターを、あ、失礼。イエール大学のなんとかさんを吊るし上げにしている。これ、これはおっかないんですよ。その発言に私は同意しませんし、甘えん坊さんだと思っています。39歳でシルバーシートをちょうだいって言ってるわけですから。ただこれを国会で国会議員が吊るし、問題視する。 こちらの方が言論の自由を奪われてしまうやだおっかないって話なんですそしてこの山本太郎さんというとですね過去の過去のことはなかったと福山哲夫さん賃発言でもう民主党なんかなかったとか言ってんですけれどその今の立憲民主党で言いますとこんなことがあったんです小沢氏別団体山本太郎と仲間たちを立ち上げ生活のどうぞ山本太郎と仲間たちと小沢一郎さん か一緒の党をやっていて一緒になんかやってたんですね <laughs> やってたそうすると、まあ、立憲共産党だとか野,号連合野,号野,号野党連合だとか言ってるようにみんなひっつくわけですよ。過去なかったことにされますとこうした変遷というものも全部まるっと無視されちゃうわけですね自分たちがやってきたことを踏まえるから反省もありますし改善策も出てくるわけですよ。 ところが、小沢一郎さん、今、どこにいるんでしたっけどこにいるんでしたっけそして中街、仲田がいまあ、仲田がいというかね、別々の道を、あ、音楽性の違いによって別々の道を敵だみたいなっぽいそんな形で分かれました、えー、山本太郎さんが、成田祐介さんというテレビコメンテーターを国会で名指しで吊るし上げている。これに対してですね、 さすがにおかしいよっていう思う人たちも彼らのお仲間っぽい人たちからも出てきました特にこの方は立憲,共、えっと、立憲民主党の近しい人間ですこちら小説家のの室井月先生でですすす旦那ささんんはハッピーな米山さん立憲民主党を現在所属してますよねの国会議員です成田さんの発言自体はどうかと思うが山本太郎議員の成田さんに対する国会での個別攻撃は個人攻撃はひどいと思ったし それを深く考えず、喝采してしまう。一部の左派がいることが恐ろしくてならない。えということで、私もこの件に関しては室井柚月先生に同意します。同意します。ところがですね、今このコミュニティノートがどうなっているのか、それを皆様と共有する意味で、これはまだ提案されている段階なんですけれど、コミュニティノートをちょっと確認していきます。 えさらに評価が必要ですっていうんで、これはまだ一般でとしては公開されていません。しかしですね、このように、室井ゆずきさんを攻撃するかの、批判をするかの、このようなコミュニティノートが付けられていて、最後に、これはあくまで <coughs>、これはあくまで室井ゆずき先生の個人的な思いを書いたもの。 よってコミュニティノートそのものが必要ないですよというのが最後についていたんですけれどそれ以外はいやいやこれそういうことで言ったんじゃないですからね村井ゆずき何言ってんだよ的なみたいなっぽいまそんなコミュニティノートっぽいものがついているんですよネットの中でかつてウィキペディアの編集合戦というのがありましたこんな人たちにとって都合の悪いことは次から次へと消されていくんですね今コミュニティノートでコミュニティノートでこの現象が確認されます そして、立憲民主党、福山哲郎さん。このような、これは、鎮発言。まあ、面白い、面白い発言。これもやっぱりまた、まあ、見てみましょうか。判断を判断。立憲民主党、福山哲郎さん。正直言って、こんな問題を、自民党青年局懇親会の断数処方え。予算委でやるの嫌なんですよ。さっさと処分して、この話を終わりたい。岸田、岸田文雄総理大臣。 党としてこの問題についてどう判断するか判断しなければならない。自治体把握した上で判断する。まあ、これ、判断に判断を重ねて、判断で何言ってんだって感じもします。いや、何言ってんだとしか思えないです。岸田文久。しかしですよ、福山哲郎さん。こんな問題を予算入りやるの嫌なんですよ。さっさと処分してこの話終わりたい。<coughs> なんか、この話終わらせたいようです。あ、手が滑った。あ、手が滑ってしまいますと、こちら。 KSL ライブ、竹本哲司さん。福山哲郎さんは手拭いを配っただけではなく、ガールズバーや元 AV、ね、まあ、なんだろう、えー、政治資金を支出してるよって。発覚、立憲民主党、福山哲郎さんが、セクシーな夏目奈々さん、おきれですよね、の経営するバーに政治資金を支出。どんな店か調べてみた。ということで、詳しくは KSL ライブさんの、これはブログですかね、この頃は。ね、をご覧いただくとしまして、 セクシーな、セクシー、セクシーないやもう、ど、どんなお店か分かんないんよね、これ、詳しくは、詳しくは、KSL ライブさん、竹本哲二さんのブログの方をご覧いただければと思うんですけれど、手が滑りましたんで、戻しておきます。まあ、このように、こんな話な、ね、ら、予算入りでやるの嫌なんですよ。いや、嫌なんですよ。やめてくれフラガー入れてくれやめてくれそんなの、そんな、セクシーな、セクシーな過激なパーティー <laughs> なんでしょう。 まあなんだかよくわかりませんけれど、なんかよくわかりませんけれど、歴史というのは断絶しているものではなく積み重ねていかなければいけない。ただ一方で、歴史なんか繋がってないよ。民主党なんてなかった。なかった。んうんうん。白がこう言ってます。不安。確かに立憲民主党と言いますと、私には不安がある。 でおなじみで政権取ったら不安がなかったなかったというように都合の悪いことは全部なかったとするそんな政党が今はもうあもうないんですけどねもうないんですけどでもやっぱそこにもともといた人たちがいまだに政治の場で抜け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 とややねお仕事されているということですただですね情報構造がフローからストックに変わったんですが簡単に言うと今はネットがありまーす なので、そう簡単に消えはしないぞと、えー、福山哲郎さんの珍発言にご提言いやご提案申し上げておきます今日この頃でございます。